すごい、ありがとう。今日もやばい、毎日急に朝から始めてるんだけど、いつも何も言わずに突然朝始める。すいませんね、今日はちょっと手でね、固定持ってるので顔アップ目でお届けしようと思います。今日はめっちゃ寝ました。8時、7時半過ぎとかに起きました。昨日寝たのは2時前とかなんだけど、いっぱい寝ました。いっぱい、まあ6時間今日何曜日ですか？今日は多分ね、あ、水曜日かな。水曜日か。水曜日でしょ。当たってますか？あ、水曜日だ。水曜日か。そっか。週の真ん中。ウィドネズデーですね。ウィドネズデー。みんな今何なる？今何時？8時半とかですか？何やってた？私は起きて歯磨いて、顔洗って。まだ白く見える。今日寒いですよね。で、昨日も寒かったですよね。めっちゃ昨日寒かったの。レッスン、あの帰るときめっちゃ。もう今日も寒いですよね、結構。なんか天気を、気温見たら割と気温低かった気がする。もうさ、暖かくなった時点で寒くなることないかなって思ってたけど、冬かって思いましたね。前髪がね、みんな朝ごはん食べましたか？私はまだ食べてないんだけど、余裕で食べてない。何食べた？何食べるかな。めっちゃ前にボサボサにしてるんだけど、自分で自分からボサボサにしに行ってる。触れば触るほどボサボサになっちゃう。くしゃみ出そう。くしゃみ出そう。今日花粉すごいですか？
カイちゃんを見ながらコーヒーを飲めるし最高の朝やないですか。優雅すぎるやろ。え、何時、私何時から配信してますか。聞いていいですか。何分から配信してるか。30分過ぎくらい。32。あざす。9時に終わります。昨日さ、結構遅い時間に夜ご飯食べたんですよ。だから、あ、でもね、めっちゃ絶対胃もたれやばいと思ってたんですけど、そうでもないわ。そうでもないかもしれん。え、めっちゃ結構遅い時間になったんですよ。だいぶ、それも割と食べたんですよ、遅い時間に。割とちょっと、もう軽く、夜遅いから軽くとかじゃなくて、結構食べたんですよ。あ、もうこれ明日は胃もたれやみたいな思ってたんですけど、意外といけたわ。うん、私の胃の強さの基準が分かります。すごい湯気性のとこで今だね。明日も早しです。明日も朝配信しよっかな。夜がね、かとか話。明日ももしかしたら朝に、ずっと朝になるかもしれないです。一時分からんけど。いつもゲリラ配信になっちゃうか。本当に明日、え、もう事前に言っとけばいいんですけどね。朝はもう本当、私いつもね告知しないんですよ。起きれなかったら怖いんで。もう本当に、うん、起きれないから。いや、起きれるんだけど起きれないからね。8時配信の女にあれ、それの。明日遊んでしょうかな。いや、絶対やっても 見る方は朝より夜の方が見やすいじゃないですか。それは分かってるんですが、がまあでもそうね、朝しかできないから。明日も朝になる。告知して寝坊する。そう、告知するんだけど、告知すると寝坊しちゃうんですよ。明日8時から配信します。8時はさすがにあれだと思うんですけど、8時から配信しますって言うとするじゃないですか。すると寝坊するんですよ。だから言わずに好きな時間に始めるっていう、いつもそういうスタイルなんです。ね、夜、そう、夜ね、遅くなっちゃうからね、キリできないとか。でもさ、12時まで配信できるようになって、あの、変わりましたね、だいぶ。今まで10時までやったらこの期間難しかったもん、絶対。10時とかに帰ってきてから、帰ってきてたから。うん、だってこういうさ、今も8時過ぎてるけど、今までやったら絶対できなかったんです。8時以降できないっていうのも結構ね、大変だったから。好きな時間にできるのはありがたい。大人っていいですね。まだ大人じゃないが。18
誕生日なら何で、おめでとうございます、お誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデーそうね、別になんか毎日アイドル続けなきゃって思ってるわけじゃないけど、続いちゃうよねみたいな。もうどうしても配信できないとか、今日はもう配信できないみたいな時がない限り続けちゃうよね。たまに、あ、もう今日は疲れた。時もあるんですけど、結局やっちゃうんだよね配信結局やっちゃうんですよ。ここまで続くと逆にねやべやべ、あやばすぎる、これちょっと一時こうやってしとこう。喉が声が寝すぎたからかな、まあ、言うて寝てないから6時間くらいでしか寝てないけど、久しぶりにでもこんな寝ました。え、そんな寝かたたぶたぶ、あ、なんか途切れた、あ、やばい、電波が上がるね。あ、15分経過しました。233よし、変な前髪で、おめえってあり、今日めっちゃ鼻むずむずするんですけど、すごい感じかな。最近ずっとメイクしてから配信してないですよね。いつもすっぴん。あ、してるか。いつもメイクしてる姿を昨日とか配信してたか。なんかすいた。めっちゃ手でさ持ってるからゆらゆら揺れて酔わないですか、大丈夫か。ショールーム独り占めじゃん、マジ。本当ですか？あんましてない今。変顔してよ。変顔してよ。出来終わりました。めっちゃ目が大きい、改めて思いますでしょう、本当に大きいんですよ、やばいっしょ、めっちゃ、それ疲れない、疲れないのよ意外と。
意外といける、安定してるでしょ。めっちゃ目でかいよね。どうにかしてくれ。まあ、でもこの目によってこの顔のバランスが保たれてるっていうことですから。ちょっと目がちっちゃかったらもうやばかったと思うな私。目に救われてるとこあると思う。これくらいの目だった。さこれちっちゃすぎどうなの。この立派な大きなお目目によってあの私の顔はちゃんと保たれているのでお目目に感謝でございます。まあ、でも全部に言うね、みんなみんなありがとう、みんなありがとう。みんなみんなありがとうって感じですけど、このみんなのおかげで私の顔が作られてるわけですからね。感謝します。みんなに感謝。ホティーズグループを一人だけっぽいってやば。エキビーはこんな人だかすみたいに言ってる。どうもが大きい方が良くないって、うん、嬉しいですよ。だってね、目大きいねって、だって嫌だと思わないもんね。顔のパーツに感謝は新しい。みんなほんとね、顔のパーツに感謝しましょう。みんなのおかげでこの吉田くんという顔は出来上がってるんだからね。ありがたい。みんなはいつもお疲れ様って感じですよね。本当にいつも携帯ばっかり見てごめんね。もう花粉に耐えきらんやろ、もう少し頑張ってねって、あのたくさんおしゃべりしてくれてありがとうって、全部に感謝ですよね。この子のなんかお顔ね、ありがとうございます。お金もピシピシやね、まだ若くないって感じよね。スクショのタイミングで目が小さい時ある。それな。みんな事故がみたいな、事故がやろう。スクショがひどいよ。ひどいよ。せっかく大きいお目目を持ってるのに、目小さいタイミングでわざとしてるでしょ。わざとしてるでしょ。舞台で見ても美人ですんでしたって。本当ですか。ずっと変顔してたんだけど。ずっとではないんだけど、変顔ばっかしてました。目が大きいと寝たらすぐ分かる。そりゃそうでしょ。眠そうな時もわかるやろ。まぶたがこんな時とか。目の形とかね、左右対称だよね。9時になったら教えてください。あとちょっとやめて、9時頃に終わります。綺麗だよって。
フロディーテさん、あやちゃんさん、アフロディーテさん、スターさん、マモカンさん、ありがとうございます。あと5分、あと5分くらいで終わろうと思います。レッスンは何パーセントくらい進んだ？レッスンはわかんない。私が言ってようなもん、言ってようなもんじゃないと思うけど、なるちゃんに聞くのが一番です。私がレッスンしてて感じた分には、え、どうだ、レッスン、うん、レッスンで言うと、なんだろう、レッスンってなんや。むずいですね。まあ、なんだろう、確認とかね、合わせとかがね、やっぱみんな揃うことがあんまりあれですから、少ないですけど、レッスン自体はもうほぼね終わったんじゃないか。あとはね、確認するって感じかな。いや、わかんない、 0% です。0% です。クマの実は楽しみすぎてでしょ、楽しみでしょ。私もめっちゃ楽しみですね。すごい、めっちゃ楽しみ。からレッスンの時かな、ずっとウキウキワクワクって、ウキウキワクワク、ウキウキワクワクってレッスンしてますよ。やばいね、めっちゃ楽しみ、楽しみ、すごい楽しみです。この前も舞台の時にライブパートで踊らせていただきましたけど、やっぱね、もっと曲数増えるんで、たくさん踊って、踊るのお楽しみ、イエーイ、お楽しみに、本当に楽しみにしてください。もうね、楽しみにしてください。本当に楽しみにしてください。いいよ、もうめっちゃ楽しみにしたっていいですよ、本当に。まだまだなんか、そうですね、まだ楽しみにしてください。同じことしか言ってない。熊本行くの久々？久々ですね。え、めっちゃ久々、久しぶりかも。久しぶりかも、熊本行くの久しぶりかも。いつ行ったぶりかな。でも割とちょろって行ったりとかするんですけどね。え、そんなことないかな。久しぶりかも。グリーンランド。熊本プライベート、あ、行ったことありますよ、もちろん。すぐ行けますから、近いからね、福岡からだと。近い、うん。小学生の頃とかよく行ってた気がする。え、全然行ったことあります。大好き、熊本。あ、熊本行ったわ。全然行ったわ、この前。行ったんですよ、そうそう。来ましたわ。熊本めっちゃいいとこだよね。行ったことない人が多いか。めっちゃいいとこなんですよ。熊本ってめっちゃ都会ですからね。みんな熊本は田舎のイメージないですか。熊本は都会なんですよ。田舎のとこもあれやるけど、私もなんか都会、田舎のイメージ持ってたんですけど、この間久しぶり行ったらめっちゃ田舎、めっちゃ都会でした。熊本は都会です。福岡の方が都会か。熊本意外と都会なんですよ。そう、まあ、両方あっていいところ。何食べようかなって、馬刺しだけは絶対食べてください、まあ、苦手じゃなければ、苦手じゃなかったら絶対食べる。
熊本の馬刺しはめっちゃうまいですから。熊本行って馬刺し食べて帰らん、食べて帰ったら何しに来たんって感じですよ、熊本の人からしたら。知らんけど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 ね。福岡に来てラーメン食べて帰るようなもんですよ、熊本行って。もっとですかね、知らんけど。熊本県民じゃないのにめっちゃ語ってます、熊本の馬刺しについて。美味しいんですよ、とりあえず。あとからしれんこんとかね、伝説の。私はあんま食べないんですけど、からしれんこん苦手です、からしが。美味しいですけどね。熊本ってあと何なの、もうそれしか知らん。何食べたかな、熊本行った時。トリスタ行くぐらい行ってくれてもいいんだよって。私も本当にポロッと行っちゃいそうなんでダメですよ。そう、私は田舎のイメージだった。なんかちっちゃい小学校の頃行ってた、よく行ってた気がするんですけど、その時は田舎ばっか行ってたのかな。あ、なんかなんだっけ、なんとかなんとかパーク。なんとかなんとかパーク、え、あの高崎山は大分だっけ、大分か、あ、大分か、熊本、なんかあれ、なんとかパークって熊本じゃないっけ。あ、めっちゃ熊本と大分がすごい混ざるんですよ、私。お、なんか、え、分からんかな、福岡の人分かってくれんか。熊本大分で混ざっちゃうんだろ、混ざっちゃうんだろ。あ、そうそう、熊本城もね、そうそう、今13号あれすごいですよ、熊本城立派。あと熊本何のかっけな、まあ、なるちゃんに聞くのが一番ですけどね。阿蘇とかね、阿蘇は自然って感じですよね。あ、違うね、確かに。あー、でもそうだね、阿蘇、阿蘇ってイメージだ。温泉とかもね、そうそう。9時、9時になったか、じゃあもうそろそろかな。いや、本当に熊本ね、めっちゃいいとこなんですよ。もう私また行きたいと思ったもん、めっちゃいいとこだった。ぜひね、お時間とか余裕ある方は観光もお楽しみ。あ、まあそうね、うん、っていうのもは故に言えないですけど。難しいとこやな、まあ、でも本当にいいとこなんで、美味しいものだけでも食べて帰ってください。熊本の人じゃないか、まあ、九州、九州の民として、ね、仲間ですから九州はみんな。ね、ぜひ。じゃあ終わりますか。いいな、熊本観光したい、私も。ランキング読みます。13位コタンさん、ありがとうございます。12位アキフミさん、ありがとうございます。11位アフロディーテさん、ありがとうございます。10位バクニャンさん、ありがとうございます。9位ナツダリツさん、ナツダリツさん、ありがとうございます。8位プッチーニさん、ありがとうございます。7位んザカビーさん、え、なんだろう、なんていうか、ありがとうございます。6位マサヤさん、ありがとうございます。5位ヌッシーさん、ありがとうございます。4位トリオエジさん、ありがとうございます。3位マボロシさん、ありがとうございます。2位ハヤちゃんさん、ありがとうございます。1位モモカンさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。朝からゲリラ配信申し訳ないです、シャシャシャが。ありがとう、見てくれて。じゃあね、今日も頑張りましょう。またね、ありがとうございました、バイバーイ。